はい、今日はカブトムシの幼虫採集ですね。もういる場所は分かってるんで、あとは掘るだけですね。ちょっと風強えな、今日結構な強風だぞ。よし、ここですね。やっとこう。すぐいるぞ。ん？すぐいるぞ。すぐいるからもう軍手で。おお、びっくり。なんだ。あれ、意外にいないか。ほら、いた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 。いたぞ。早速。これ慎重に。ほら、やっと。やった。よし、土もいるよ。あれ、ちょっとここにはいなかったかな。何これ。いなかった。ちょっと移動してここ行ってみるか。いた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 。映ってるんか。いた。小さい。これは小さいな。オッケー。オッケー。おお。小さいな。時期だからかな、サイズが。あ、ほら、うわ、これ、小さいな。熱かな。疲れた。これまた筋肉痛。ほら、また筋肉痛になる。あ、2匹2匹2匹出てきた。3匹3匹映ってるか。映ってるのか。3匹出てきた。4匹出てきた。映ってねえだろ。映ってないだろ。でかっ。そんなでもなかった。一瞬でこんなに取れちゃって。いたいた。糞がいっぱいだな。すごい。
モグラ、モグラに食われたか。モグラに食われた。あ、いたいた。あ、いた。いるとこに固まっているな。なんかでかそう。変わらんか。15匹か。あと15匹、30匹持って帰ろう。育てよう。この辺いるな。ほら出てきた。こっちにもいる。うわ、よし、30匹取ったからこれはリリースで、これ永遠に取れるな。これ何千匹っているんだろうな。食ってたら出てくるよ。すぐ出てきた。おお、メスだな。うん、とりあえずこれを育てよう。よし、今年は30匹育てます。すげえいたな。めちゃくちゃいた。やった。